こんににちはプロ社畜とサイコパスの部屋にようこそここはプロ社畜とサイコパスの2人が皆様からお寄せいただいた仕事や人間関係などさまざまなお悩みについて語る部屋ですこんにちはプロ社畜のやびですこんにちはサイコパスの上水由紀ですこんにちはアシスタントのマサです本日もよろしくお願いしますお願いしますよろしくお願いしますお願いしますちょっと一言いいですかはい実はね 前回最後の最後マサさんの締めの時についつい「はい、お前」って言っちゃったんですよね多分お誰にマサさんに「はい、へお前」って多分ね思わず言っちゃってるような気がするんですよそんなシーンありましたっけ、えー、うん多分最後の最後言ってるんじゃないかなと思ってはいもしも言ってたらごめんなさいあ全然大丈夫ですもし言ってたらそこあのディレイかけますね <laughs> お前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  <laughs> お前全く気にしませんでした僕も反省してますいやむしろすいません気づかなくて <laughs> いやいやいや違うと思う <laughs> 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 はい行きましょう今日ははいお願いします、まあ、じゃあ両,両成敗ということでということでじゃあ本日のお悩みに行きたいと思います ラジオネーム、ミソさん、埼玉県40代男性からのお便りですと。私はなんだかんだで社畜です。それなりの規模の会社に所属しています。皆さんは、例えば上司から、一円にもならんけど、社長が思いつきで、〇〇をやれと言ってきたから、やってくれ。君にしかできんのだと言われた時、何を思いますか私はこのように思います。ここで俺のリソースを使って無駄なことやるとか、人件費で考えたらクソ高だろう。しかも、成果にならないとか、頭おかしいな。 でも、上司は板挟みになるし、社長も親会社とか役員へのアピールもあるだろうし、しゃあないな。で、軽く上司に釘刺して粛々と仕事します。人の事情をおもんばかる、なんだかんだで社畜志向なんだと思うんですが、皆さんはどうでしょうかと、いただいております。なるほど。これは社畜志向ですね。はい、うんうんうん。うん、やっぱ、ご自身でもなんだかんだで社畜っておっしゃってる通り、 うん、この方は社畜志向だと思いますね。どうすか、上水さん。一円にもならんだけど、社長が思いつきでなんとかやれって言ってるから、まあ、なんとか吉野にやってくれよって言われたら、これがだから本当に社長の手の内も分かって、その背景も分かって、思いつきっていうことを、結構これ、思いつきで間違いないなって思ったら、やれないですね、うん。うん、うん やらないですねむしろ積極的にやらないやらないそれはやらなかったえっとやってるふりとかもしないもう本当に正々堂々と僕はやりませんってああんか曖昧な返事をして手をつけないって感じかもしれないで進捗どうってなって全然進んでないっていうのを言い続けるみたいなあなるほど でやっぱ結果的には全くやらない結果的にやらないですね。うん、でもそうすると上司が困っちゃったりするんじゃないですか。困ればいいと思ってますね。なるほど。困ればいいと思うんですね。はい、困るべきだと思ってる。<laughs> そのような指示をしている人間は困るべきだと思ってる。<laughs> なるほど。<laughs> なるほど。 確かにね。いいですね。本当に困って社長になんか返さなきゃいけなかったら、上司自分でやるか。そう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 。本当にね、やるべきだったら、本人がやればいいし、うん、いつまでも進捗出さないから、うん、他の人に頼もうとかするんじゃないですか、うんうんなん。なるほど。うん。そういう思考になったことがないから、上司困ればいいって、<laughs> 困ればいい、ないしは困るべきだって <laughs> <laughs> 思えなかったから、ちょっと今のは、何ですかね。 うん、僕の心の動揺が大きいですよ <laughs>。<laughs> <laughs> えっと、そうね、だから一つは、あの僕はだからやったふりをして、えー、どっちみち思いつきなんだったら、もう忘れてるだろうと。うん、要はその、何度も何度もあの確認来ないだろうという前提のもとにあの、やらないっていう。 <laughs> ことをすることはありますね。あ,<ー><ー>あるんですね。あれある <laughs>、うん。で、やっぱりプッシュが来なかったら、やっぱあれは思いつきだったっていうふうになるので。うんで、この手の話っていうのは、本当にここにも、このみそさんの中にも書いてある通り、うん、ほとんどが、その上見た仕事をの可能性が高いですよね。うううんうんうん、うん あの上見た仕事ないしは、一番、えっと、その組織においてパワーを持ってる人が思いつきでやってることを、その間に入ってる人が、まあ、その人が言ってるからやらなきゃいけねえだろうと思って、下に降ってくるみたいな。うんうん、で、まともな人だったらその間で、こう言ってるけど、どっちみちすぐ忘れるから、いいよやんなくて。うんうん 処理するっていうのが多分まともな上司、うんうん。で下に降ってくる上司っていうのは上見て仕事するやつだから、うんうん、正直上水さんが言うように困るべきだっていうふうに僕は積極的に明日から思っていこうかなと思います <laughs> だけどそれはその僕の場合はそのやってるふりをしてどっちみちその上が忘れりゃこの人も言ってこなくなるから。 っていうような態度をと言いますね。うん、そ,うそうね、えー。え、結局、ヤビーさんの時間をでも使うってことですよね。あだからやらないからね。やってるふりをする、ねあ。やってるふりっていうのは、はい、その、うん、えー、っとね、だからそれが例えば2回目、3回目ぐらい言われたら、あやんなきゃいけないんだと思って、実際に手を動かすかもしれない、うん、けど、うんうん、超手を抜いてやる。やっつけ仕事ってやつですよね。そうそうそう。うんうん、で、これがね、 思いつきじゃなくてくだらない仕事やれっていうことがまあまああるんですよ。<laughs> うん。それは、はいそれ、社内の制度上、一円にもならないような仕事なんだけど、やらざるを得ない仕事みたいなのがあるんですよね。うん。うんうんうん、それは、あの、さっき言った、その、やっつけ仕事をする。ああ。うん。やっつけ仕事をする。やらなきゃいけないからね。らなら、ね。やらなきゃいけないから。 思いつきじゃなくてやらなきゃいけないものだから、それをもう一瞬でやっつけ仕事で終わらせる。うんうんうん、はい正直言って、そういう仕事って、あの誰かの部署の,あのリスクヘッジだったりするわけですよ。うん、うんうん、現場がそう言ってるからそうなんだろうぐらいの仕事だったりするわけですよね。うんうん、現場がそう言ってることを本当に確認しに行ったりも誰もしないし、できないものがほとんどなんですよ。うん、うん そういうなんか、えー、つまんない仕事だけどやらざるを得ないような社内の仕事。だったら現場がこう言ってますって言って、はい、万が一何か刺されたら僕は責任取りますよっていう気持ちでやっつけ仕事してるって感じですか。うーん。要はその正確性をかけたりするわけですよ。うん、例えば正確にやろうとしたら、どっかから資料を引っ張ってきて、で、その体裁整えて。 そこに例えば30分とか1時間かかるような仕事であれば、うん、そのどっかから引っ張ってくる資料とかも、もう引っ張ってこずに、自分の頭の中にある数字をポンと置いて、適当に出す。なるほどただ当然、その数字っていうのは、正確な数字ではないけど、どんぶり感情的に自分の頭にある数字であるから、うんうん、まあ、そういう説明もできるであろうっていうぐらいの粒の。 荒されてていいやと思って出すって感じそれで突き返されてとかいうことってあ,、うん、ありました過去にないです。ってことはもう本当にじゃあそういう仕事としてね,<う>ねあだからそういう仕事だということが分かってるからそれで済ますって感じですね。うんうん、本当に厳密性を求めるあの一円にもならない仕事っていうのもたまにはあるので、うん、そういう時はやっぱりちゃんとチェックした上でやんなきゃいけないんですけどね。うんうん、その辺のところはその荒くても大丈夫なのか それとともちゃゃんと制度を担保しななきいいけないのかみたいなことは一応理解した上ではやってるそうですけどねうんうん、うん、やっぱりこのみそさんもそうですしやびさんもそうですけどやっぱりそれなりの規模とかさ大きな規模でやっぱ働いてるとどうしても発生しますよねそういう,、うん、うん,なんか必ずしも大事じゃなさそうだけどやらざるを得ないみたいな業務っていうのはね、うん、出てくる ですよね、うん。で、我々にとっては大事じゃないけど、あの人たちにとっては大事だったりするんですよね。例えば、会社の縛りの中で、うんえー、こういうのを書類で整えとかなければならない、うん、みたいなことがあるわけですよね。そういうのをちゃんと整ってますかって聞く仕事をやってる人たちがいるわけですよ。うんうん、ちゃんとこういう書類整えてありますか 整えてある確証を出してください、はい、なんていうことを結構するしことを仕事にしてる人たちがいるわけですよね。彼らにとってはそれが仕事なので、うん、それが重要な仕事である。ただ、営業の人から見ると、1円にもならない、金稼がない、めんどくさい仕事っていうことである。うん、まあ、電車的に見たらそういうことを仕事にしてる人もいるんだから、最低限。 協力だけはしてあげようかなみたいな立場態度でやりますねうんうんうんそうですよねだから何回か前に言った上水さんにこういう会社で働けますかっていう <laughs> こういうところっすよですよねこういうところなるほど難しいんですよね <laughs> やめろっって言っちゃいますもんね <laughs> <laughs> ただまあもともとのねみそさんのお便りにあるおも社長が思いつきで何々をやれって言ってるっていうのはもう無視していいでしょ思いつきなんだからね思いつきと判断ができてますしね思いつきなんだったら本当思いつきだからそれは、うんうん、やってもねむしろ気が変わってね 無駄になりますもんねだから思いつきっていうのは、大体気が変わるものだと僕は思ってるって感じですね。ただ、この社長がめちゃめちゃそのフォローアップがあのき厳しいというか、あの得意な人で、うん、思いつきであの時にやれって言ったことちゃんとその後からフォローアップするタイプの人であれば面倒かもしれないですね。確かに うん、そういうタイプの人じゃなかったら思いつきでやれって言ってきながらやれって言って帰ってきたときに思いつきを忘れてるやつがいるんですよ。いや、いますよね。うん、いる。ええー。いますいます。俺、そんなこと言っただっけぐらいのことを言うやつがいるんですよ。<laughs> いますいます。思いつきだから、なぜなら。でこの前打ち合わせしたときと言ってること違いますよねみたいなこともまあまああるんですよ。うんうん。なんなら真逆だったりします、ね、<laughs> <laughs> 嘘だろみたいな <laughs>。<laughs> いるんですよ。 世の中にはまあ人の事情をおもんぱかるっていうのは確かにおもんぱかりはしますうん確かにあの上水さんみたいにそれは常識が困ってしまえとかはそ <laughs> こまで積極的には思わないかなうん <laughs> 結構積極的に思いますもんねフフ <laughs> マザーさんどうなのこれ僕ですか うん,うんそうですね今の環境で考えるとうん、うん、やると思いますおお<う>なんだかんだこの思いつきだって分かってもってこと、うん、気が変わるだろうなみたいなやると思いますはいあなるほどねそれは何今の環境っていうのはその小さい組織の中でその社長と自分との距離が近いとか はい、その社長が思いつきでや,やれって言ってることにも一定の、なんかこう、こう何、一円にもならんことでもないんじゃないかと思ったりとか、そうですね、そのやるっていうのはどど、どういうところがベースになってやろうとするなんか、なんかあるんじゃねえかって、なんか今いる環境としては、その社長が好きでとかがベースとしてあるので。<laughs> だから社長が思いつきでやれってってなった時には、多分いいねってなって、やると思います。うん、うんなるほど。じゃあ自分では、測り知れない何かあるんじゃないかと、期待感もあるってことか。そうですね。期待感も含めて。うんうん、だから僕が見えてない、そう言ったように、見えてない何かがあるんじゃねえのって、うんうん、結構思ってるって感じですね。なるほど。はい。それいいね。 うん、期待感があったら確かにやれる,やれるよね。やれるからね。ありがとうございます。うん。この後みそさんのこれ相談文見てるの期待感ゼロだもんね、これ。全くないよね。<laughs> <laughs> <laughs> というぐらい見,き見切れてるというかね。うねもう読め,読めちゃってるから。じゃあ、そうするとマサさん、ちょっと前提変えようか。今の組織とか全く抜きにして、完全に見切れてるときはどうしますかっていう。そうですね。明らかにこれ思いつきで はい、自分がの思いもよらないことではなく、自分の想定内で完全に思いつきだっていうふうに思った場合、うん、どう思ってどういうアクションを取るか。嫌ですって言います。嫌 <laughs> ですって。<laughs> 僕できませんって言います。<laughs> 僕の能力に向いてないですって。ああ、なるほどね。なるほど。君にしかできんのだって言われるけど、僕にはできませんっていう。僕にはちょっと、 ハードル高いですって言います <laughs> なるほどでもそうすると上司が困っちゃうじゃんはい大丈夫だからそうですね依頼してきた、うん、上司ごめんなさいって思いますああごめんなさいと思うけどそれでもやっぱりで,できないが先に来るってことできないと思いますねだって うん、そうですね。僕じゃない方が、多分いいクオリティでできると思うから。なるほど、うん。でもそれって他の人にも、もう、渡っちゃうってことですもんね。そう。誰かに、その、やる必要がねえだろうっていうのは、誰かに言っちゃうよね。うん。誰かに言っちゃうってことですもんね。そう。誰かに言っちゃう。うんうん、ないしは上司がやる。ないしは上司がやってないって言って怒られる。うん ぐらいのことは想定されますよ自分が断ることによってそうっすねなんか誰かにでも行っちゃうとか考えるとやるのかもしれないですねあ<ー>あ<ー>へえああむずはなんかなんだかんだやっちゃいそうな気してきましたなるほどああそっかー、はい いや、これね、この事情はめっちゃわかるんですよ。社長が思いつけてきたことを上司が受けて、その部下に指示しないといけない状況っていうのはわかるけど、これ司がやっぱ悪いよ、これは。いや、そう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 。そういうことです。うん。この言い方だったらやっぱ僕はね、困るべきだと思ってしまうかもな。確かにね。確かにね、この言い方するのは良くないよね。うん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 。事情はわかりますよ。この状況っていうのはよくあるやつだから。うん。 せめてもうちょっと本当に自分はそう思ってたとしても、部下に頼むんだったら言い方あるよねってそ,そ,そうそうそう。それはその通りだな。うん。うん。それはその通り。で、確かに、この言い方をしてくるんだったら、お前困れって思ってもいいような気がしてきた。<laughs> 確かに。<laughs> 確かに。この言い方しかできない上司だったら、お前困れって。むしろ、うん。これが困ることによって、もうちょっとその自分の、 その態度を改めよっていうような今し、うん、めにもなるかもしれないね。確かに。うん。それは確かにそう思うわ。なるほど。一援にもならんけど、社長が思いつきでまるをやれと言ってきたからやってくれ、君にしかできないのだ。言い方あるやろって感じですね。確かに <laughs>。もう少しこう相談ベースで言ってくるとかね、うん、ありますよね。こんな状況なんだけどってう、うんはい、確かに。うん。うんそうですね。 それが答えでいいと思います。しっくりきましたか良、うん、かったです。うん。うん、<laughs> 僕がしっくりきただけですけど <laughs>。ハ <laughs> さんには何も、刺さらない可能性ありますけど。まず、このような言い方をしてくる上司であれば、積極的に困るべきだと思ってよしと。<laughs> 上司と戦う。でいいですかね。<laughs> そうそうそう。ただ、もう少し、もう少し、あの、ちゃんと、あの、やってくれっていうふうに言われた場合、で、本人、 が言われた本人がこれどっちみち社長の思いつきでしょって思った場合であれば、うん、まあやってるふりをするなり、うん、まあしょうがねえって言ってやってあげるなりうん、うん、それはみんな考え、うん、あの考えはそれぞれあるけれどもまあ大体、うん、まあみんなまあなんかやってるふりをするなり、えー、してなんかやり過ごすみたいな感じですかね。うんうんうんですね。 改めて言うけど、この言い方をする上司は困ってしまえって思っよし。みそさんも積極的に思うようにしましょうみたいな感じん。こういう人をのさばらせてるからね、会社がどんどんだめになっていくんで。確かに。確かに。言いづらくさせたほうがいいですよ。別に。ここは確かに戦うべきところな気がしてきた。みそさん、戦いましょう。 そんなかつい戦わなくてもいいん、ね、<laughs> その何ていうかな従うそんな従順にね従わなくてもいいぐらいの上司もいるなっていう感じもするっていう感じですね、うん、はい、はい、という感じではいはい、いいじゃないでしょうかこの番組では皆様からのお便りやお悩みをお待ちしております恋愛、仕事、家族の悩みの何ででも大歓迎ですお便りは番組概要欄をご覧いただき メールフォームをご応募いただくか、またハッシュタグシャチコパスでツイートお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。